どうも、神です。よろしくお願いします。今日も、こちら、活動報告を行います。さいたま市のプロジェクトで、健康マイレージという健康プロジェクトを行っております。目指せ1日8000歩。毎日8000歩以上歩いて健康になりましょうというプロジェクトです。現代人になってね、歩く歩数、減ってると思います。なんかね、交通機関とかね、そういうものが便利になって、本当に歩かなくなってますね。私もバス、電車で通って、通勤します。だからね、本当に歩くっていう時間がね、本当に少なくなったかな、みたいなね。昔、小学校とかさ、中学校、行くのにね、20分とか。20分とかね。そう。行きに20分、帰りに20分みたいな感じで、通ってました。まあ、10キロちょっとくらいなんだけどね。小学生の足だとね、結構なかなか。かかるね。で、しかもなんか、班長制とかね、班長っていうか、班で行動だったから、結構ね、ゆっくりゆっくりみたいなね、小学校だったら、6年生から1年生までいて、一列に並んで歩いて、信号で誰かが取り残されないかみたいな感じでね、調整しながら行くんで、まあ結構時間かかりましたね。まあ、そんな感じで、歩く時間少なくなってると思います。なんで私も結構歩くっていうのは、意識的にやらないと全然歩けません。で、平日はね、会社にいて、社内を結構歩くようにしてるんで、まあ、エレベーターとかあるんですけど、使わないようにして、歩数稼いでますね。で、休日になると、あんまり歩かない。というか、外出していれば歩くけども、なんかどっか、ご飯食べに行ったりとか、なんかね、紅葉を見に行ったり、あとはなんだろう、イルミネーション見に行ったりとかね、映画見に行ったりとか、どっか出かけたりとかすれば、歩くんですけど、なかなかね、歩くっていうことがね、意識的にやらないと難しいですね、本当に。だから、平日以外の、なんか休みの日ってなると、本当に、家に引きこもってアニメ見たり、なんか本読んでたり、論文書いてたりとかね、してます。なんか、家の中でなんか作業してたりとか、そういうので、結構ね、全然歩くことが少ないです。だからね、皆さんも同じだと思います。バスも電車もあるし。だからね、電車とかそういうのがないところは車が ないと生活できないとかでね、そういう感じで歩く歩数ね、全然、昔と、違って、少なくなっていると思います。で、そんな中での、健康プロジェクトね、1日8000歩歩いたら結構健康になりますと。まあ、なんか生活習慣病予防とかそういうのの観点で、なんか、お医者さんがね、こうしましょうって言ったんじゃないですかね。多分そんな感じ。で、今日何歩歩いたか発表させていただきます。はい。4269歩。4269歩。今日まだね、時間早いんです。11時。だけども、ちょっと私も今日ギブアップ。4000歩。これはね、なかなかね、1時間でどうこうできる数字じゃない。300歩だったらなんか頑張ろうかなって気は起きるんですけど、ちょっとね、これは無理です。無理ってわけじゃないけど、ちょっと今日もギブアップ。で、また、明日頑張ろうかな。今日ちょっとね、犬の散歩と、ヤマト運輸の宅急便センター行っただけでね。まあ、でも、それでも、
結構頑張ったかなって感じです。で、まあ、今日はとりあえずこれで終わろうと思います。はい。ご視聴どうもありがとうございます。また見てください。チャンネル登録下の方ね、あります。あと、グッドボタン、コメントお待ちしてます。では、失礼します。